ボックスも。なんか常々思うんですけど、はい、コウスケさんのその、うん、可愛がれ力、なんか好かれ力みたいなやつ、まあ要は人たらし力っていうのかな、はいはい、何なんすか。いや何なのと言われても。なんですぐその人と仲良く なんかその最近で言うとその高下さんとかさ、仲良くなったのとかもさ、うん、何なの、うん、って思っちゃうんですよね。何なんでしょうね。ね、だって なんだっけ、高下さんとの出会いをちょっと軽く説明してもらってもいいですか。うん、高下さんはまあ仕事の関係で一回紹介されて、うん、でメッセージが来て、なんか今後ともよろしくお願いしますみたいなのが来て、あ、うん、よろしくお願いしますっていうか飯行きましょうよっつって、意味が分かんない。っていうか飯行きましょうみたいなになって、うん、もうどこでもいいんで行きますって言って招待してもらって、でうん、お家連れてってもらって、うん、海岸沿いのイタリアンでワインを飲んで、うん、楽しくなって、うん、ポッドキャスト出てって言ったら OK してくれたっていう感じです、うん、だってね、高下さんメディアにも基本出ないって決めてる方だったわけじゃないですか。しかも ね超なんかラグジュアリーブラなんかそのセレクトショップをやってらっしゃるお金持ちな方で、お忙しいだろうしとか、そういうのも軽々超えてくなみたいな。あっていうと、まずそのシュートはとりあえず打ちますよね。はいはい、お誘いというシュートをね。そうそうそう、だってさ断られるかもしれないけれども、うんうん、だからダメ元ですよ僕だって、そんなもん。あ、そっかそっか、うん、だってシュート打たないと点入んない。確かに、そう、それはなんかちょっと待って、いろいろ聞きたいことがたくさん出てきたんだけど。どうぞどうぞ。まずそのいろんな人と日々ビジネスしてると会うわけじゃないですか、はい、みんなにみんな飯行きませんかって言ってるのか、うん、なんかこうセンサーがあるんですかね、おって思った人に飯を誘ってるのかとか、まずそこが気になるんですけど。ああ、っていうとまあ、うん、うん、センサー働いた人ですよね。あ、やっぱちょっとピンときた人、はい、うん、なんかこの人と話したら面白そうとかっていうのはありますかね。そこに下心はそんないない、とりあえず面白そうっていう方が大きい。 あんまないっすね、そこに関しては。こいつにコイン売ったろうみたいなのは全然ないです。この人とにかく面白そうなんだ、うん、才能や。いやだって美穂さんもそんなことあるでしょ、あ、この人面白そうだなみたいななるじゃないですか。あるあるある、もうちょっと喋りたいなみたいななるじゃない、うん、あるあるある、うん、ご飯行きましょうって言うでしょ。そうだね、なんか同じぐらいの年齢の女性だったら軽く誘えるけど、そうね、まあ男女のその性差はあるかもしれないね。そうそうそう、やっぱり男性はね、特に既婚者の男性だと、あ、そっかそっか、声かけられないんだよね。そう、そこがちょっとあるかな。なんか変に勘違いされたら困るし、二人で飲みに行くとかもね、基本ちょっとあれじゃないですか。うん、確かにね、その辺は不便だなって思いますね。やっぱ仕事してて男性の方がやっぱどうしても今ね、いろいろ活躍してるから、あ、面白そうだなって思う人がいても、うん、なかなか誘えないですね、うん、ウェブで飲むとかにすれば。あ、なるほどね、うん、あ、これ結構いいアイディアじゃない。そうなの、え、大丈夫なんだろう、そのウェブでもさ、うん、なんだろう、大丈夫、そのなんだろう、あ、別にね、そうウェブだからさ、ノータッチじゃないですか。そう、ノータッチだからさ、いいじゃない、うん、うんうんうん、あ、いいのか、ウェブだったら。え、だってさ、コウスケさんがその、うん、未婚でも既婚でもどっちでもいいですけど、女性とウェブで差し飲みをしてるって大丈夫、うん、って思っちゃうんだけど、それは OK、 奥さん的にってことかな。そう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 、そう、いや、どうだろうね、確かにそう言われたらやったことないけれども、うん、別に仕事ですって言ったらいいんじゃない、うん、ああ、まあそうだよね、うん、うんうんうん、なんか楽しそうだね、偉くとか言ってくるかもしれないけど。分からんけど。そっか、うん、オッケー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 。でもそうだね、まあ、まずセンサーが、まあ、センサーがあるしさ、シュート打たなきゃいけないし。逆に俺が美穂さんに声かけた時、美穂さんはどう思ったのかなとちょっと思うけど。ああ、いや、面白そうだなって思った、とりあえず。でさ、シュート打たれたわけじゃん、ちょっとなんか、まあ、打たれた打たれた、うん、ポッドキャストやろうとかいきなり言ってくるし、なんか飯行こうとか言ってくるじゃないですか、こいつ、うん、うん、うわ、なんかめっちゃグイグイ来るなと思った。そう
うだね、まあ、ぐいぐい来るなとも思ったけど、でもそれよりやっぱ話が面白そうだったから、あ、これは乗っとこうと思いましたね、なんか、うん、あ、これ面白そう、乗っとこうみたいなそう、そっちの方が上回ってた、はるかに。そうなんですね、うん、既婚男性だけどみたいな特になく、まあ俺から誘ってるから別にあれだけどそう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 、その辺はなんかあんまり心配しなかったかも、そういえば、うん、そうか、うん、ね、うん、まあでもとりあえずシュートは打つな、うん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 、とりあえずシュートは打つと、うんうん、いやでもこれやっぱセールスでも一緒なんで、うんうん、買ってくれって言えるかどうかで結構変わりますよね。そうだね、うん、なんかやっぱそこを躊躇しちゃうとか、あんまりその意識を持ってそもそも持ってない人が多いのかなって今思っていて、どうなんだろう、うん、どうなんですかね、ね、まあ、そもそもそのそういう発想がないっていう人もいれば、うんうん、あ、なんか面白そうだけどちょっと失礼に当たっちゃうかなとかで引っ込めちゃう人、それがなんか大半なのかなっていう気がしつつ、そこは考えないというか、もう信念として誘うみたいな感じ、なんかかっこいい話じゃないけどいやでもその失礼かどうか決めるのは向こうじゃん。あー、すげえ、うんうん、そうだね、俺が失礼かもと思う意味はないからさ、うん、うん、あー、いやー、刺さるわこれはそうだよね、そう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 、ちなみに、うん、そのやっぱり断られることもあるんですか。いや、それはもちろんありますよ。あるんだ。うん、まあそんななんか面と向かって、うん、っていうのはあんまないけど、まあもちろんスケジュール合わないみたいな感じで流れることもたくさんあるよ、うん、そりゃそれは飲み行きましょうって言って全部全部飲み行ってたらもう大変ですよすごいね、 月間どれぐらいシュートの本数は打ってるんですか。いやでもそんな、でもそんな言うほど行ってないんですよ。今日だってなんかね、うん、金曜6時ですが家におりますし、うんうん、えらいえらい、だからうん、なんかみんなが思ってるより地味な生活をしてると思ううん、ちなみにそのシュートを打つタイミングとかも初対面で会って、あ、この人いいやって思ったらやっぱすぐ打つのがいいんですかね。あんまなんかしばらく時間を空けちゃったりすると良くないのかな。すぐじゃない、やっぱそうだよね、時間を置いたら忘れられるじゃん。そうだよね、それな、やっぱなんかホクホクのうちに会って、ホクホクのうちに打った方がいいよね。うん、だしもう本当に飯行きたいと思ったらその場でスケジュール決めるわ。ああ、いつ空いてますって。そうだよね、うん、それな、そうだよね、うんうん、あんまりじゃあそこは躊躇はないんだ。ないねまあ、なんかさ、その聞いてるとさ、やっぱり断られて当然ぐらいな感じでやっぱシュートを打ってるのがいいのかなってちょっと思ったんだけど。そうね、うん、そんなラブレターみたいな気持ちで言ってないね。あー、はいはい、うん、気軽な、そうそうそう、入ればラッキーぐらいのシュートですよね。うんうんうん、入ればラッキーシュート、そうそうそう、ディフェンスおるけど壁に当たって入るかもしれんぐらいな。うん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 、ちょっととりあえず打ってみようみたいな、うん、まあねまあね、うんそうだよね、まあそうね、別に、うん、そんな面と向かって断る人いないと思うんだけどな。うん、まあ、大概なんか忙しくて流れちゃうが多そうですよね。ああ、また今度、まあまあまあね、って言いながら、そうですね、また今度ご飯食べましょう、じゃねーっつって、向こうは、うん、飯とか行くかとか思ってるかもしれないですけど、うんうん、そんなね大人同士なんで ね、 そ、 そんなことは言われないですよちなみになんかその2本目を打つ時ってあるんですか。そのあ、また今度ってスーって抜けてって、なんかこうやっぱあの人と話したいなで2本目を打つってことって過去ありました。あ、まああると思いますけどね。なんで普通になんか LINE だか Facebook だかで連絡取ってって感じじゃないかな。うんうんうん、うん、なんかそういうのもその人とやっぱ会話の糸口じゃないけど、あ、この人とこの話したいみたいなのが出てきたら誘うみたいな感じなんですか。なんだろうな、うん、なんか聞きたいこととか困ったことがあった時に誰かに聞くじゃないですか、うん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 、でなんか教えてくれるじゃないですか、あ、これってこうじゃないのとかこうじゃないのつって、うん、あ、つ、あ、どうもありがとうございます、うん、てか飯行きませんみたいな感じかなすごいね、シュッ、やっぱあんたイタリア人だそれで
よね。なんかさそのさ、うん、なんかまあその飯行きませんも含めてやっぱ懐入り欲がすごい、なんかシュッて隙をシュッてついてくるじゃん。そうかな。うん、ね、なんか初対面でその人と会話する時とかも、うん、なんかコツとかありそうな感じがするんですけど、そういうのはなんかわかんない、もう絶対無意識だけど絶対無意識なんでわかんないですけど、うん、どう楽しもう、なんか楽しもうとしてるのか、なんかあでも僕が結構意識してるのは僕が気使わないようにしてます。おお、何それ、どういうこと。僕が美穂さんと喋るときにハッハッハッとかなってたら美穂さんもなんかハッハッハってなるじゃないですか。なるなる、うん、なんかそれがないというか、僕はもうなんかもうすでにもう弛緩してるんですよ、こうやってダラーっとしてる。あー、好きだらけの男。そうそうそう、だから僕が気を使わないことによって、あ、この人には気を使わないでいいんだと思わせると。え、それめっちゃ使えるナレッジな気がする。だからそのリラックスできるんですよ、うん、いや別にかしこまらなくていいですよみたいな、なんでそんなむしろかしこまってんのみたいな、ゆったりしようぜみたいな、ついついやっちゃう、なんか、あ、うん、初めましてよろしくお願いしますみたいな感じになっちゃうけど、うん、確かにコウスケさん初めてのゲストでもなんか、あ、どうもみたいな感じだもんね。あ、そうそうそう、だってさそういう時の気を使いってなんか、うん、いいことある？なんもないかも。だって向こうにも気を使わせてなんかお互いギクシャクして距離が離れたまま終わっちゃうんじゃないの。うん、そうだね。なんかちゃんとした人間と思われないといけないのかしらと多分多くの社会人は思っているちゃんとした人間でも、ちゃんとした人間ってなんだろうねって今思ったそうね、うん、うん、俺なんかあんまそんなちゃんとし、まあ、ちゃんとしてるよ俺これでみたいな、そう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 むしろそんなちゃんとしてなくてごめんなさいみたいな、あんま思ってないかもしれないそうだよね。しかもなんかその別にピシッとすることがまあちゃんとするっていうことだったとしたら、その別にコウスケさんピシッとしてないけど別に不審者じゃないし、なんかなんか、ね、こいつ怪しいなっていう感じは全然なくって、うん、むしろねフレンドリーでなんか本音話してくれそうだなっていう感じの方がやっぱ強いから、うん、なんかやっぱ心理的安全性がねなんか高そうな感じはある。そうっすね。だから僕はもう気を使わないですね、うんうん、基本ラフだよね、うん、なんならおならしましょうか今からぐらいですねいやーそれすごい、そうだわ、なんか私も見習おうって思った。ちょっとおならしていいんだこの場でみたいな、うん、ならしていいよね、うん、ゲップもいいよなうん、うん、そうだよね。あでもそれはなんか昔からなんか僕が気を使っていると向こうも気を使うから、うん、それは何の得があるんだろうみたいなのは思ってる。そうだね、それはなんかわかる気がするな、うん、そうそう、私もなんかそのピシッとしちゃう時の方が多いんだけど、なんかピシッとしてない時の方がうまくいったりするんだよね、なんていうか、うんうんうん、絶対それでいいんじゃないのかな。ああ先にこちらから隙を見せるっていう、お腹を見せるみたいなあそうですね、本当ノーガード戦法でこう、そんなに無防備みたいな感じで寝てる犬とかいるじゃないですか。いるいる、もうあんな感じ、うん、もう撫でていいよみたいな、そうそうそう、今刺されたら死ぬけどまあそれはそれでみたいななるほど、それがねやっぱ好かれる術なのかもしれないね。うん、かもしんないっすね。それぐらいかな、なんか僕がこう、うん、気を使わせないように僕が気を使わない、うんうんうん、気使わせないように気使うと向こうも気使ってるのやっぱ分かるから、うん、ね、あなんかすごい気使ってくれて悪いなみたいになるじゃん。うんうんうん、うん、気使ってなくて、えあちゃんとしてるから水冷蔵庫入ってるよとか、ああそんな感じねみたいな、あリラックスできるわみたいなのを狙っているから、まあだからね相性悪い人はいると思うよ別に、これはこれで。もちろんね、失礼だなって思う、失礼なやつだなみたいな、ね、いるかもしれない、うん、基本的に今んとこいけてるかなであとそのなんか下手に丁寧というになるとインギンブレーっていう言葉があるじゃない、うんうんうん、丁寧すぎて逆にブレーみたいな、ああはいはい、行々しすぎる、何お前ずっとなんかその敬語使ってるけどお前俺のこと舐めてんのみたいな敬語使って舐めてんのって言われるのもかわいそうだけどねうん、なんかさそういう、まあ、ニュアンスってやっぱちょっと伝わるじゃん、うんうんうん、
わかるわかる。あ、そうだからね、うん、多分人生で2人ぐらいはなんか俺普通にしてるのにめっちゃムカつかれるみたいな人いたよ。へえ。うん、いたいた。あ、本当に。うん、なんか高校のサッカー部の先輩で一人そういう人がいて、なんかお前ムカつくみたいな。いや別に僕何もしてないんですけど、お前俺のこと舐めとうやろみたいな。怖いみたいな。怖い。いました。まあだから相性は多少あると思う。うんうんうん、まあしょうがないねそれは。そうだね、なんか部活とかだと上下関係とかもありそうですね。うんうん。でもなんかあとは会話のなんか、コウスケさんその共通の話題をよく出るなっていつも見ながら思ってたりもするんですけど、その辺はなんか意識してたりするんですか？ああ、まあもちろんあればあったで出した方が盛り上がれるんで、うん、出す、うん、ね、うん、あんま意識してるなこれも。なんかそのためになんかすごいいろんなことを人付き合いで雑談のために何かを情報収集してるみたいな感じではないかな。ないんだ。ないですね。別に自分が興味あることだけをやってるんで、だから逆に興味の幅は割と広いかなっていう気がする。うんうん、確かにね。広く浅く感はちょっとあるかもしれないですね。うん、あ、だからまあ最低限別に自分の好きなものとか普段興味があるものを持っとけばとりあえずその辺はみたいな。あ、そうそう、だから最初のジャブは打てるわけですよね。うんうん。うん、なんか、あ、それってああいうあれですよね、なんかそういうの僕聞いたことありますとか言ったらさ、うん、それで向こうがスペシャリストだったらさ気持ちよく喋ってくれるじゃん、うんうん、うん、そこに対して僕は別に対して何も知らないし、議論して論破しようとも全然何も思ってないし、うん、思ってない、普通に教えてもらいたいこともあるし、うん、だからちょんって出したら勝手に喋り出すみたいな言い方が良くないねそういうのはあるかもしれないですね、うんうん、まあでも糸口見つける手段としてはいいですよね。そうそう、本当会話の糸口ってやつですね、相手の専門領域、はい、うんうん、あ、その言葉ですね、ジャブとか言っちゃいけないですねそうだね、うん、でもやっぱ人に興味があるっていうのはやっぱ一個才能だなって改めて思った。それすらやっぱ億劫でやらない人もいると思うもん。その僕あんま人に興味ないですよ。嘘、え、どういうことどういうこと、うん、え、人に興味ないですよ。なんでなんでなんでそう思うの。え、だって別にその人がどうなっても俺に関係ないじゃん。まあね、うん、そっか。じゃあ なんででもその人のこと知りたいなって思うんですか。ええ知りたいって思ってんのかな思ってないのか。仲良くなりたいと思ってる。あー、知りたいじゃなくて仲良くなりたいなのか。面白いね、なんかこれ。え、興味はないんだ。ね、でも仲良くはなりたいんだ。他人に興味はない。あ、なんか面白い。そっか、別にその人のことを詳しく知りたいとかじゃなくて、その人と仲良くおしゃべりがしたいっていう感じなんだ。あー、そうなのかな。一緒にご飯を食べたいとか、人と何かを楽しみたいけど別にその人のこと知らなくてもいいんだ。うん、だから別になんか割と忘れるしねでもそれはなんとなくわかるかも、私も、うん、なんかそのご飯行くのとか好きだし、人とその場でおしゃべりをするのは好きだけど、なんかその人とじゃあ連中連絡を取りたいかっていうと別にそうでもないみたいな、うん、なんていうかその感覚はわかんなくはないかもしれない、うん、僕の自己認識だと僕はあんまり人に興味ない人だと思ってます。面白い、うん、ねえ、でも私も自分のことそう思ってるんでなんでこのポッドキャストやっとんねんみたいな感じだけど、ね、やばいね、人に興味ない人たちが人に話を聞くポッドキャストってことがバレましたね。バレちゃったねだってでも楽しいんだもんもう名前変えようかっつってなんか変な方向に来ちゃったね。え、ちなみにそのサラリーマンの時とコンサル時代と、うん、あと独立してその社長になってからアンティークコインのビジネスしてからはなんか変化ありますか、うん、その人との接し方みたいなというかコミュニケーション、まあなんだろう、その好かれ力の部分っていうとちょっと自覚がないだろうから、人との接し方だね、気軽に誘うとかさっきのさ。いや多分根本変わってないんですけれども、うん、まあ、でも単純に環境的に付き合う人種は変わってきたよねっていうのはあるかもしれないですね、うんうん、で前は同僚と飲んでて、うん、なんかあいつがどうだこいつがどうだみたいな話ですけれども、うん、まあ、今はそれこそ山田さんとかと飲むと、うん、まあまあ基本ビジネスの話ですよね。そうだね、うんうん、とか
になるから、なんか話題、人と話題が変わったってだけじゃないかな。そんなになんか僕自身変わったとか変えたみたいなのはあんまない気がするけどな。なるほどね。いやまあなんか、おこいつ面白そうだなって思ったら飯行こうっていうのはあんま変わんなくて、ただ対象が変わっただけみたいな。変わんないですね。うん、うんうん、そんなイメージかな。うん、いいね、転生の人たらしっぽくていいですね。でも多分、うん、転生じゃないっすよ。そうなの？へえ。それこそ居酒屋の経験がやっぱ大きいんじゃないかなと僕思ってて。そんな喋るやつじゃなかったですよ。そうなんだ。うん。だから、まあ、コミュ障までは言わないけれども、別にそんな積極的に人と喋ってみたいな感じの人じゃなかったんですけど、やっぱ大学3年ぐらいからそのちっちゃい居酒屋でバイトしだして、カウンターがあって、あの結構お客さんと喋るみたいなところにいて、なんかいろいろ磨かれた感じというか、その、こう訓練重ねたじゃないですけど、その感覚はあるよ。なるほどね、うん、そっか。じゃあ高校の時から別にクラスの超イケイケヒエラルキーの一番上みたいな感じでもなかったんだ。うん、まあそうだね、僕はそんな感じではなかった気がするけどな。そっか。まあ居酒屋でかそうだね。なんかチェーンのお店とかでもなく、なんかそのマニュアルがあるチェーンのお店とかでもなく、個人のちっちゃいお店だったらしいですもんね。あ、そう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 。だからそこでいろいろお客さんと喋っていろんな人来るじゃない。うん、ね、もうクソ酔っ払いもいれば可愛い女の子もいれば、うん、みたいな感じなんで、うんうん、まあなんかそこでコミュニケーションとか磨いたかな、うん、磨かれたというか、まあ、結果的にって感じですよね。いいね。だからコミュニケーション、コウスケさんのようになりたかったらちっちゃい居酒屋でバイトをしろと。でもやっぱ飲食でそういうのやってる人って、なんかやっぱそれ当たり前ですけどおしゃべり上手っすよね。うん、うん、ちゃんと気使える中でほっといてほしいときはほっといてくれるし、うん、話してほしいときは話してくれるしって、そういう空気を感じれるし、で、あとはなんかめんどくさいお客さんとかいてもなんかね、こう間に入ってくれたりとかっていうのはいろいろあるんで、うんうんうん、まあその辺はねいいと思います。何年かバイトしてそういうところでっていうのは僕はすごいいいと思いますよ。確かにそうね、うん、鍛えられそう、いろいろ人のあしらい方とかも、うん、そう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 、楽しませ方とか、うんうん、そう、やっぱチェーンの居酒屋とか、僕最初は一風堂でラーメン作ってましたけど、うんうん、そういうところはやっぱお客さんとのコミュニケーションってほとんどないんで、ないもんね、そうチェーンは、うん、だからそっちの方がいいんじゃない、バーとかいいんじゃない。うん、確かに、うん、バーが最強ですよねきっと。あとそのスナックのママとか、そのバーのマスターとか、うんうん、うん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 、その辺がね最強ですよねきっと、うん、すごいいいと思います、うん、言えてる。なんか基本なんか変な人来ても対応慣れしてるんで、うんうん、それこそ今なんかこう採用面接とかしてるけど、飲食経験長い人とかで結構なんかこう落ち着いているというか、変な人来てもあ、でも別に酒飲み屋でやってたんで別に平気ですみたいな。おお、何倍大事かもね。うん、うん、いや大事だと思う。うちはやっぱお客さん商売なので。そうだね、お客さんと、うん、その商談とかしてみたいな、うんね、話すの大丈夫ですかとか、うん、あ、まあ一応やってはきているんで多分大丈夫だと思うんですけどみたいな、 そんな変な人来るとか特殊な話なんですかって、別に話聞いてあげればいいです、あ、じゃあ全然大丈夫ですみたいな。つえーなー、うん、強いな。そういいと思います。あ、でも一個ねヒント見つかってよかったわ。みほさんもなんかバイトとかしたら面白いかもね。そうだね、バイトしたい。そう、お店屋さんやりたいんだよね、何か飲食でもいいし。スナックでバイトじゃない、まずは。いや、そっか、なんか人と接する仕事したい。接してないわけじゃないんだけどさ。まあリモートだからね、フルリモートだと。そうなんだよね、うん、そうどっかに反動出てきそうだよね。はい、じゃあ今日はこんなとこでしょうか。美穂さんのなんだっけ、人たらし力みたいな、そんな話でしたかね。はい。まあなんか何かの皆さんの参考になれば嬉しいなと思います。なったなった。じゃあ今日もありがとうございました。ボックスモのコウスケでした。美穂でした。ありがとうございました。はい、バイバーイ。バイバーイ。